そういえば申し込んだはいいんだけれども、申し込む時の確認画面で1ヶ月無料ですっていうことはどこにも明記されてなかったよね。それってどこで確認できるのかな？これか。加入状況退会を押すということだよね。こうして、で、こういう画面が来ると。これなのかな？これを見てみると、違うな。ここには契約情報載ってないじゃん。もちろんパスワード変更じゃないし、メールアドレス変更じゃないし、お支払い先情報？まあ当然これも違うよね。ログイン履歴。これも当然違うよね。じゃあお問い合わせ行ってみる？スポナビライブの月額料金を教えてください。なんか違うな。あれ？こっからやっぱり問い合わせした方がいいのかな。ということで、お問い合わせフォームから質問してみました。まず質問1。初回1ヶ月無料とのことでしたが、厳密には何日間なのでしょうかと。また、現在の契約状況を確認できる画面が見つけられなかったのですが、どこを見ればよいのでしょうかと。これもね、明記されているところがなかったので、無料期間中に退会すると料金はどうなるのかと。ちゃんと無料なんですかと。で、そうしたらこんな回答来まして、質問1に関しては、無料期間中であるかどうかは確認できないそうです。これ困ったもんだね。自分いろいろなサービスの無料お試ししたことあるけど、確認できないなんて記憶にないな。これすげえ不安だよね。厳密に1ヶ月っていうのは何日なんですか？お申し込み日から1ヶ月後の日付の前日までとなりますと。で、具体的に言うと、今回は1月22日に申し込んだので、2月21日までが無料期間ですよということでした。で、問い合わせに、無料期間中に退会しても OK ですかと。無料期間中に退会されても料金は発生しませんのでご安心くださいと。ということで、結果としては問題ないんですが、ちょっと不親切ですね。この辺はちょっと改善の余地があるな。